橿原市長の亀田です。市民の皆様には平素から新型コロナウイルス感染症拡大防止策にご協力を賜っておりますことを心から感謝申し上げます。さて、日本国内では新型コロナウイルス感染者数が急増しております。奈良県においても新たなクラスターの発生が続いており、第3波が到来していると言わざるを得ません。市民の皆様におかれましては不安な日々をお過ごしのこととは思いますが、今一度新しい生活様式の徹底と継続について考えていただき、市民の皆様一人一人が今後も引き続き感染予防対策に取り組んでいただくことが何よりも大切です。安全安心な日常を取り戻すために各種の感染予防対策の取り組みが示されていますので、ご紹介をさせていただきます。まず感染リスクが高まる5つの場面が示されています。飲食を伴う懇親会等、大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わり、次に寒い環境の中での感染防止対策の3つのポイントが示されています。寒い中でも人と人との距離の確保や3密を避けるなど基本的な感染防止対策を行うこと、寒い環境でも室温が下がらない範囲で換気を行うこと、湿度 40% 以上を目安に適度な湿度を保つこと、そして従来よりお願いしております咳エチケットとしてのマスクの着用、手洗いの徹底をしていただくこと、さらには県外との往来は移動先の感染状況を確認し、マスクの着用など感染防止対策を徹底するなど、より一層の注意を払い気を引き締めた行動をしていただくこと、地域内の経済循環を通じて地域経済の回復を図るため地元で買い物をするなど地域経済を下支えしていただくこと、新型コロナウイルスで陽性となった方やその関係者に対する差別や偏見は絶対にしないこと、以上の点に十分にご留意いただき、さらなる市民の皆様のご協力をお願い申し上げます。明日から3連休を迎えます。市民の皆様の中にはお出かけされる方もいらっしゃるとは思いますけれども、先ほど申し上げたような感染防止対策を今一層徹底をしていただき、充実した休日をお過ごしいただきますことをお願い申し上げて、私からのメッセージとさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。